いつか晴れた日に、は、1995年制作のアメリカ・イギリス合作映画である、アンディ監督、ジェーン・オースティンの、分別と高感が原作であり、現代は、原作と同じ。主演のヤマ・トンプソンが脚本を担当しており、第68回アカデミー賞にて、脚色賞を受賞した。貴族のダッシュウッド氏が亡くなった後、ダッシュウッド夫人と三人の娘、 エリノア、マリアンヌ、マーガレットは年500ポンドの遺産しか残されなかったことに愕然とする。ダッシュウッド氏は妻と娘たちの身を案じ、死ぬ間際に彼女たちを頼むと戦災との間の息子ジョンに頼んでいたにもかかわらず、ジョンの妻ファニーがそれを阻止してしまったのだった。ジョンとファニーは母子が住んでいたノーランドパーク邸に乗り込み、彼女たちを邪剣に扱うようになる。 エリノアは、屋敷を訪れたファニーの弟エドワードと互いに、好感を抱く。ダッシュウッド母子は、ミドルトン教の行為で、バートンコテージへ移り住む。マリアンヌは年の離れた、ブランドン大佐から愛情を寄せられるが、彼女は精悍な青年貴族ウィロビーと恋仲になってしまう。しかし、ウィロビーは、理由も告げずに、ロンドンへ去り、マリアンヌは悲しみに沈む。 一方、エリノアは、エドワードの秘密の婚約者、ルーシーの存在に大きな衝撃を受ける。ジェニングス夫人の正体で、失意のエリノアとマリアンヌ姉妹、そして、ルーシーは、ロンドンを訪れるが、そこでは思いがけない事態が待っているのだった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。